これは鎌倉幕府が滅亡した東照寺跡であります。新田義貞によって鎌倉攻めがあった1333年に北条高時がここで自害して、一族郎党ですね、この上に腹切り櫓がありますが、そこで自害して鎌倉は幕府が滅亡すると。ここはまあこの全体がね、東照寺、東の勝東照寺でありました。今キンキンと鳴いてるのはあれは台湾です、ですね。この先に鎌倉幕府滅亡の北条二方吉良が、一族郎党が腹を切った時、腹切り櫓があります。お、激しく鳴いてるね。台湾ですとね、この辺り一帯の台湾ですがいっぱいいます。腹切り櫓と書いてますね。霊所上域につき、参拝以外の入室は禁止と。昨日はまだ雨降ったんでね、相当ぬかるんでますね。東照寺旧跡ってありますね。元寇3年4月に、5月か、新田義貞の鎌倉攻めによって滅亡した。おお、そこと抜かるんだよね。こういう感じですね。ちょっと草ぼうぼうになってますけどね。この上がハイキングコースだとしかね、ハイカーが来てます。もう草ぼうぼうになっちゃったね。荒木屋根が素晴らしい。これが鎌倉幕府滅亡の腹切り櫓ですね。すごく泣いてるね。これがないように、この辺でまあこの櫓の中で北条高時が自害したと。これ四里の通りね。最近ちょっとお祭りしたのかな。大体800年、900年ぐらい前ですね。